不自然よりご注意ください。それではお願いします。マイケス、マイケス、はい、今立ったままの場所で官邸に向けて反原発の抗議なさいたい方手を挙げてください。今記者会館の前まで来てます。福井市原発事故から4年が経過しようとしています。この福井市原発事故は原発リスクと自然災害、東電の人為的なミスで起きました。福井原発3基は起こる事故です。と恐怖に陥れた世界最大レベルの同時多発原発事故でした。この原発事故で途中に灰を降って世界に通じる海を汚染させた罪は大きい。これ自己責任を取らぬ東電、政府、原子炉メーカーは許さない。事故による放射能がある限り1万年以上責任は逃れないと思え、一旦原発事故が起こると人の力ではどうすることもできないのは原発だ。赤字は原発停止による嘘とつく無能電力会社、交付金で豊かになると勘違いする自治体、日本壊滅の道を進むことに気づかぬバカ政府、官僚司法。最近メディア報道が減っているが原発事故はまだ終わっていない。東京原発事故は国の原発政策で健康や経済的な被害を受けるのは国民だ。福島に放射能がある限り福島は復興したとは言わせない。ここから声を大にして原発ゼロを訴えるぞ。はい、安倍晋三、4年も経つのに福島の状況は何にも改善されていない。汚染水はダダ漏れ。何が国民の安全を守るだ、何が被災地に寄り添うだ。お前が寄り添ってんのはアメリカの意向だろう。お前が守るのは資本家の利益だろう。ふざけんな。はい、3番出口近くです。いらっしゃいますか。あ、安倍さん、環境省と経産省がエネルギーミックスのなんか違うこと出してますよ。どっちが本当なんですか。原発ありきでエネルギー将来のエネルギーミックス出さないでください。原発なしの状態で再生エネルギーの方が十分いいと新聞も書いてありました。再生可能エネルギーを進めてください。アメリカでも原発実際やめてるじゃないですか。日本もやめましょう。はい、いらっしゃいますか。はい、じゃあ前方返します。はい、安倍首相、今日の予算委員会であなたは、原子力損害に関の賠償に関する法律2年前に見直すと言ってました。そして今日は何と言ったか、何の見直しもしてない。何をやってるんですか、この2年間。そして復興住宅を必ず2万戸建てると言ったのにかかわらずまだ4000戸余りしか建ててない。どうなってるんですか。言えば言うほど、前面に立つというふうに言ってるけれども何もやってない。そして、再稼働にのめこうとしてる。再稼働絶対認めないぞ。